皆様明けましておめでとうございます、本年度もまさこのきねまさこのチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。今回は本年の、抱負、ね、新年の抱負ですよね。新年の抱負とあと、インスタグラムのですねストーリーに上げさせていただいた、あの今年はこんな可愛い女の子になるっていうあのねやつで出させていただいた、ゆずさんのいちごっていう曲のあのジャケなんですけど、あれねすごい可愛いんですよ。そのねジャケみたいな女の子になろうと思っているので、本年はそのいちごを歌わせていただいて、今年の幕開けとさせていただこうかなと思っております。よかったらいちご聴いてください。はい、本年度、昨年度、そうだすいません、昨年度はいっぱい見ていただきまして本当にありがとうございます。本当に本当に幸せです。インスタグラムでもいっぱいつながっていただいて見ていただく方も結構いらっしゃったり、あと、ハクナというのハクナという配信アプリをですね、させていただきまして、そちらでもいろんな方とつながれまして、とってもとっても充実した1年になりました。はい、あのね、ダンスサークルの方にも通わせていただいてたりしたので、こちらでもねお世話になった方々とか仲良くさせていただいた方もいっぱいいまして、いや本当なんかすごいいろんなことがぐわーって動いた年でして、あのね歌も出させていただいたりしましたし、なのでいっぱいいろんなことが動いた年ではありました。昨年今年もなんかね、朝からお母さんがね朝日の出初日の初日の出のね、写真とかをね送ってくださって、それを見てね、あ今年はいい年になれば絶対って思いまして、はい、今年の抱負としましては、本年度も変わらずハクナと YouTube インスタグラムで、私の自分が伝えたいこと、自分が思ったことを発信させていただいて、で、YouTube であれば歌リクエストももう随時募集しておりますので、よかったらまたどん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 ください、リクエスト歌とで私が見た映画の日記をつけさせていただきます。映画日記で私が思ったことを、発信させていただいている雑談動画というふうな形でさせていただいておりますので、もしよかったら、ね、雑談動画とかあのそういったものは BGM も全部ですね、全部 BGM 代わりに使っていただければなと思っております。少しでもねあのパッと顔見た時にあの笑ってんなこいつ、元気そうやなこいつって思っていただいて、それがあのちょっとでもお支えになっていただけたら本当に本当に私の生きる意味になりますので、よかったらあなたの生きる意味の一部にさせていただければなと思います。はい、で本年のまあ一番の目標、歌手活動をしたいっていうのはもちろんのこと、ハクナもあのね歌を聴きに来てくださってる方がすっごくいてくださってて本当に本当に幸せで、でそのハクナでもやっぱりいろいろな配信をもっともっと、うん、歌中心になるんですけど、やっぱ歌の練習ですよね。もう本当にあの人に聴いていただけるっていう練習をさせていただけるなんて本当に光栄なことで、私は本当にあのトラウマからどうしても人前で歌うということにすごい恐怖心を感じてしまっているところがまだまだあるので、それをね、させていただけているということは本当に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 すごく嬉しいことでして、よかったらハクナ、配信アプリハクナで検索していただくと、もう普通にハクナって HAKUNA だで検索していただくと、出てきます。ひよこちゃんの絵のやつですね。それで登録さえしていただければ、きねまさここのチャンネル名と同じなので、わからないときはまさこで検索していただくと結構出てくる可能性が高いので、よかったらそれで検索していただければなと思います。インスタグラムも私のきねまさこそのまんまのローマ字フルネームでやらせていただいてますので、よかったらそちらの方も見ていただければなと、配信の状況、YouTube アップしましたよとか、あの、ハクナアップしましたよっていうような形の、やつも載せておりますので、はい、よかったら見ていただければな、なんて思っております。はい。では、今回はこの辺で、あ、違う、そう。
で、インスタグラムのね、あのストーリー載せさせていただいた、ゆずさんのいちごという曲がございまして、そちらの曲すっごく可愛いんですけど、分かる人にも分かるやばい歌なんですよいや、分かる人に分かるっていうか、多分普通に大人なら多分おおって感じの歌にはなってしまってるんですけど、とっても可愛い曲で、あの PV がめちゃくちゃ可愛い曲なので、もしよかったらまた見てみてください。で、表紙のね、姉さんがまたねすごく可愛いんですよね。お尻丸出しなんですけど、こうやってね物置にこうやってやってる、なんかすごい可愛い絵なんですよ。だからそんな可愛らしくて、ちょっとエロチシズムなお姉ちゃんになれるような一年に、もっともっと可愛くなっていける一年になればなと思っております。ですので、はい、ここからいちごを歌っていこうかなと思っております。よかったら聞いてください。ゆずでいちごです。